二酸化炭素をコンクリートに再利用、カーボンニュートラルの新たな技術です。大手自動車部品メーカーアイシンは今日、二酸化炭素を固定する特許技術を報道陣に向け公開。排気ガスなどから出る二酸化炭素を取り出し、アミノ酸水溶液に反応させると、水が白く濁り始めます。その後ろ過すると、二酸化炭素を閉じ込めた炭酸カルシウムの粉末になり、これを原料に耐性建設がコンクリートに再利用。形のない二酸化炭素を形にして有効活用する新たな仕組みで、2030年頃までの実用化を目指しています。アイシングループの中でも炭酸カルシウムは購入して練り混ぜて化成品として使っている、そういったところにも置き換えて、環境に優しい製品を提供できるようにというところに持っていきたい。